はい、1892回始めます。11月16日木曜日です。あー、これ短くていいな、この記事。テレビ愛媛、愛媛県のニュースですね。ガソリン代貸してと。愛媛県松山市で女性から5000円詐取ということで、40代の女性否認してるってことですね。返すつもりないわけではなかったという言い訳してます。ガソリン代貸してと、松山市で面識がない女性から5000円を騙し取った疑いで、無職の女が逮捕されました。女は否認、容疑を否認してますと、逮捕されたのは松山市内に住む無職の女、41歳ですと、ね、警察の調べによると、この無職の女ね、41歳は10月13日松山市内で面識がない女性、46歳の女性にガソリン代貸してくださいと嘘を言って現金5000円を騙し取った疑いが持たれていますと。被害者の女性は女から身分証明書の写しを受け取り、電話番号を伝えられていましたと。で、その後に一切連絡がつかなくなったことから警察に届け出したと、で、そのね、警察は身分証明書の写しから女性を特定。女は調べに対して、お金を借りて返していないことは間違いない、返すお金が入るあてはないが、返済する気持ちはないわけではないと、騙したということを否認してるってことですね。騙してはいないんだよと、返すつもりはないことはないということを言ってます。まあ、返すつもりないんですよ、こういう人は容疑否認してるけど、まあね、これね、本当にね、なんか北海道でもあったね、こういうのね、帰りの電車賃貸してみたいな、2000円とかね、そういうので積もり積もって余罪がいっぱいあって逮捕されたっていうのはありましたけども、あの、面識がない人から平気で金借りる人、いますね、たまにね、全く知らないのにその辺の通行人から借りるとかね、ようどういう感覚してんのって感じですけど、貸す方も貸す方って言えばそれまでなんだけど、私も今までね、他人からね、いきなり声かけられてお金貸してって言われたことないけど、まあ若干かわいそうにはなるよね、かわいそうにはなるけど、しかも少額だからね、2000円とか3000円とか5000円とかぐらいだったら、まあ戻ってこなくてもしゃあないかとも思うけど、貸したら負けだよね、貸したらまあ返ってこないですよ、少額だろうと大金だろうと、まあ最近本当にみんなお金ないんだなと思う、こういうニュース見てると、平気で嘘をつく人ね、いるから。この人ね、こうやって逮捕されてもなお返すつもりがなかったわけではないみたいなこと言ってるから、いやな、返す気全くないと思うよ、この女性、しかもなんか身分証明書の写しとか本物出してそれで捕まってるっていうのもね、まあだからなんていうの、正直なのかアホなのかバカなのかっていう話ですよね、これね、もうほんと証拠残りまくりの犯罪だから、だからバカ正直っちゃバカ正直なんだろうけど、まあとにかく、知人の間、知人同士であってもお金の貸し借りっていうのは良くないと思うけど、ましてや赤の他人にはやっぱお金なんか貸すもんじゃないですよ、少額であってもね、頼まれたら、いや持ち合わせてないとかね、お金ないとかね、こっちが借りたいぐらいだよぐらいのこと言っといて断った方がいいと思うよ、これめんどくさいから、これ本当に、昔からね、貸した金っていうのは返ってこないのは当たり前だからっていうよく言いますよね、もうあげるつもりでやれと、貸せというね、ことですよ。まあまあまあ、しかしね、本当に、まあこうやってね、でもね、被害に遭った人届け出るのは大事だと思いますよ。これ捕まらない限りやり続けますから、こういうね、平気に嘘をつく人っていうのは。はい、終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。